グラント・ヘンリー・ヒルはアメリカ合衆国のテキサス州ガラス出身の元バスケットボール選手。ポジションはスモールフォワード。身長203センチメートル、体重102キログラム。現役時代は NBA の新人賞を受賞し、7回の NBA オールスターゲームに選出された。2015年よりアトランタホークスの共同オーナーを務めている。また二千十八年には、 バスケットボールで遠藤入りも果たした。父親のカルビン・ヒルは NFL のダラスカウ・ボーイズなどでプレーしたランニングバック。母親はウェルズリー女子大学の出身で入学した最初の年、後にファーストレディとなったヒラリー・クリントンのルームメイトだった。父親が NFL を引退した後、バージニア州レストンに移り住み、ヒルは高校で バスケットボールのスター選手として知られるようになった。デューク大学に進学し1991年と1992年の2年連続 NCWA トーナメントでチームは優勝。1994年も準優勝を果たした。デトロイトピストンズ時代名称マイクシャシェフスキー率いるデューク大学を卒業後、1994年の NBA ドラフトで デトロイトピストンズに一巡目3位で指名されて入団した。ルーキーイヤーである1994から95シーズン、ヒルは鮮烈なデビューを果たす。1試合あたり19.9点、5.0アシスト、6.4リバウンド、1.77スティールを記録し、ジェイソン・キットと共にルーキー・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。さらに1995年の NBA オールスターゲームでは、 シャキーロ・オニールを抑えてファン投票トップで選出された。北米四大プロスポーツリーグにおいて新人がファン投票で1位を獲得したのは初のことである。翌1996年のオールスターゲームでは引退を撤回して復帰したマイケル・ジョーダンを破り、再びファン投票トップで出場した。1996から97シーズンは、 一試合あたり21.4得点、9.0リバウンド、7.3アシスト、1.80スティールを記録して、シーズン MVP 投票でカール・マローン、マイケル・ジョーダンに次いで3番目の得票を得た。また、オール NBA ファーストチームに選ばれた。このシーズン NBA で記録されたトリプルダブル35回中13回がヒルによるものだった。驚くべきことに、 1995から96シーズンから4年間ガード以外の選手中で4年連続アシスト1位となっている。またピストンズ時代ヒルはサンドチームの得点、リバウンド、アシストで同時に1位となった。これは NBA 史上ウィルトチェンバレンだけしか記録していなかったことである。1999年2月8日ウィザース戦では キャリアハイの46ポイントを記録した。ピストンズは、プレーオフ進出こそするものの優勝を争うには、至らず、ヒルはトレードを希望するようになり、2000年8月3日、チャッキー・アトキンスとベン・ウォーレスとのサイントレードで、オーランド・マジックに移籍した。オーランド・マジック時代新天地マジックでは、トロント・ラプターズから加入した、トレイシー・マグレディと共に優勝を狙う。 しかし遺跡後すぐ4ゲーム目で足首を骨折する。以降、ヒルは足首の故障に悩まされ続けることになる。手術の繰り返しにより3シーズンでわずか47試合しか出場できなかった。2004から05シーズン、イースト11月のプレイヤーオブザウィークに選出されたり、2月15日のクリッパーズ戦では39ポイント、2月27日の ヒート戦では三十四ポイントを上げるなど、ようやく復調の兆しが戻り、六十七試合に出場十九点七ポイントのアベレージを残し、ファンも復活を喜びファン投票で、スターターとしてオールスターに出場したが、チームはプレーオフ進出を逃した。ところが二千五から零六シーズン、開幕から欠場、復帰第二戦目の十二月十六日マブス戦では二十八ポイント、 12月26バックス戦、12月28日ニューヨーク戦などで20ポイント超えを記録するなどしたが、今度はヘルニアに苛なまれるようになりわずか21試合の出場しかできなかった。ヘルニアは足にも影響し再び手術をしなければならなかった。一時は引退とまで囁かれるようになる。2006から07シーズン、昼はオフにリハビリに成功し、 マジックのスターターとして戻ってきた。ハワード中心のチームへと変貌する中、ポイントガードでの出場も多く、ロールプレイヤーとして65試合に出場しまずまずの成績を収めた。プレーオフではフルスピストンズと対戦し、ヒルは奮闘し、そこそこのアベレージを残したが、チームは格の違いを見せられて4戦全敗でスイープされた。 フェニックスサンズ時代2007年オフに、ヒルはフリーエージェントとなり、フェニックスサンズに移籍。2007から08シーズン、アムウェイアリーナにサンズの一員として外戦した時は、フルスマジックのファンからダイブーイングを浴びせられた。ヒルはサンズのアップテンポなバスケットに適応し、スターターとして5年連続2桁アベレージを残すなど、活躍、また相手チームのエースを抑える。 ディフェンス面でも活躍した。2009シーズン開幕前には、ボストンセルティックス、ニックスなど、数チームが獲得へ興味を示したが、サンズに残留、2009から10シーズンには、カンファレンスファイナルに進出したが、レイカーズに2勝4敗で敗れ、初の NBA ファイナル進出はならなかった。2010から11シーズン、12月19日、オークランド戦で30ポイント、 2011年2月27日、ペーサーズ戦では、シーズンハイの34ポイントの活躍を見せた。2011年12月9日、1年650万ドルで、契約を延長した。3月23日、ペーサーズ戦では、シーズンハイの22ポイントの活躍を見せたが、3月25日、キャブス戦以降は怪我で欠場した。20112シーズン終了時で、 通算1万7000得点に達した。ロサンゼルスクリッパーズ時代2012年7月18日、シーズン前には、ナッシュと共に、レイカーズ入りが報じられていたが、クリスポールからの誘いもあり、ロサンゼルスクリッパーズと2年契約を結んだ。開幕から怪我で、長期離脱、わずか29試合の出場となった。5月3日、プレイオフ、メンフィス戦。 ゲーム6に20分出場したのが現役最後のゲームとなった。2013年6月1日、現役引退を発表した。引退後は TNT と NBA-TB の解説者として活動。2015年4月にはアトランタホークスの株を購入し、共同オーナーに就任した。2018年3月31日、バスケットボール殿堂入りが発表された。 キャリア初期には得点、アシスト、リバウンドにおいて、非凡な成績を収め、トリプルダブルを量産するなど、人気、実力を兼ね揃えたオールラウンダーとして、なお馳せ、フィラ社のグラントヒルモデルのシューズが、爆発的な売れ行きを見せるなど、リーグを担うポストマイケル・ジョーダンとして期待された。しかし、度重なる負傷によって前世紀の大半を棒に、振ってしまったが、次第にロールプレイヤーとなり、 息の長い活躍を見せた。ピストンズ時代のプレイスタイルとは異なり、ペネトレーションや派手なダンクを見せることは極端に減り、ポイントアベレージは落ちたが、シューティングアベレージは依然高く、またスリーポイントの成功数やアベレージも上昇した。時折前世紀を彷彿とさせるペネトレーションやダンクなども披露した。また経験値の高いベテランとして、チームに貢献。特に、 長年の経験と技術を用いたディフェンスは、最盛期にも引けを取らず、相手の SG、SF を大いに苦しめ、時にはサイズで不利極まりない PEF を封じ込めることすらあり、サンズ時代には、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤーの投票で、多数の票を集めた。ありがとうございます。